はい、かぎです。昨日の動画のコメント欄でね、結構温かいコメントとか真剣なコメントをたくさんいただいてね、ほんと嬉しかったんですけど、まあそれを踏まえて昨日の配信のロイヤル使ってみたら、もうそれでもマーチで勝てなかったんで、もうロイヤル諦めてヴァンパイア使ってきます。ということでね、こんな感じで、アグロ復讐ヴァンパイアみたいなのをね、ちょっと組んでみました。まあこれならさすがに、まあちょっと見てわかるやろ、もうこれは勝てるでしょ、この構成、もう殺意しかないよ、って感じでね、これでやっていきます。まあ相手ドラゴンな、最近結構ね、あのフェイスドラゴンかなが結構多いよね。ランプドラゴンはほとんど見ないけど、ローテはほんとね、ランプドラゴンめっちゃ多いけど、で逆にね、ローテだとヴァンパイアはほとんど見ない。まあベルフェゴール引けたんでいい感じじゃないかな。糸雲来い、糸雲う、いい。はあ、そんであれだな、アンリミテッドで一番見るクラスなんやと思う、みんな。俺はね、ヴァンパイア圧倒的に多いと思う。その次にあれかな、ウィッチで、あとはまあどっこいどっこいみたいなね、そんな感じやな。あー、もうこいつうざ、これやばいな、これベルフェゴール使ったらもうそのまま死ぬんじゃね。ほら竜の陶器、甘く見ましたか。これデアボリックドレインだな、ベルフェデアボリックやな。このうざコンボな、最高にうざい。でまああとは適当に攻めていくか。なんかね、俺もあんまりヴァンパイア使いたくないんやけどね、ほんとロイヤル勝てないから今までロイヤルで頑張ってきたんやけど、あらら、またベルフェかな、ベルフェ、お、ベルフェユリオスか、ヤブリック来い、ヤブリック、あー来ない。となると、まあちょっとフォロワー並べとくか。あんま処理に進化使うの嫌やけど、まあ使うわ。結構せっかく先行取った割にはあんまりいい動きできてないな。使えるし、うわ、おい、マジか、エメラだやな、強いよこいつ。ただこっからこっから結構厳しい。ガスイリュージョン進化するかな。わあ、大釜マジか、うざ、進化したエメラド引こう、エメラド担当は終わるんじゃね。おー、ヒーロー、無理だな。あー、これは無理だ。バフォメットでなんか引くしかない。なんだ糸雲、おー、悪くないんじゃないか。よしよしよし、広げとけ、ここに広げとけ。それさえあれば、またラーストレイクとか、まあ、バハムトとかね、来られたら終わりやけど。はい、グリムにね、なるほどね。はい、ありがとう。ヴァンパイア意外と強くないのかもしれない。負け負け。ウィッチはね、マジで多すぎるんで、もうこれに勝てな、ダメ。やっぱね、数が、使われてる数が多いデッキに勝てないと強いデッキじゃないでな。でね、これ、今2戦目なんやけど、もう実際は5戦目かな、多分。5回やってます。なんと、録画ミスってて、で、編集してる時に気づいて、それ。あ、やべ、これ、あーって、
うわー、これ取れてねえじゃんってなって、で今急遽ね、やってます。今まだ編集の途中で。なんでね、ほんとショック。せっかくね、もうすごいね、めちゃめちゃいいバトルが取れたんですよ。ほんとみんなに見せたかったわ。よっしゃーって、あ、これはもう1万再生は確実にいくなーって思っとったら、まあこんな感じになっちゃったんでね、これ、しょうもない、うん、しょうもないバトルになったらね、ほんと残念やわ。お、マジックミサイル、うわーお。よく見ましたか。マジか。超越か？超越だよね、これ。サーベジュルス、よーし。いいぞ。いやー、結構ね、あの、普段、俺、ヴァンパイアね、あんまり使ってないから、立ち回りが難しい。ほんと難しい。もう使い慣れとるロイヤルはほんと簡単。うわ。うわー、これはまずいな。これ無理ゲーだろ。サーベジュルフかな。サーベジュルフと資料出してで、資料進化して画面行くか。それがいいな。顔面線は来れば相手もね、いかつに、この場面をほっとけないはず。書に記される知識を求めて。これで決めるわ。カビの生えた知識に興味などない。おお、マジか、ルーンか。顔面攻め立てるか？そんなわけねえか。お、画面来た。ということは、ベルフェ。ヒーローかな？ヒーロー使って、あと顔面、画面殴っていい？画面殴って復讐状態にしてくれ。復讐状態になったかしら。いや、いいね。なんか、ドロシーに対してすげえ有利じゃないか、これ。さすがにここから15点はないと思いたい。表層の召喚か。なるほど。ゴーレムの遠征。お、顔面来るか。まさか復讐状態にしてくれるのか。そんなことしたらこっちのもんなんだが。よし、来た来た来た、やった。相手うかつすぎるやろ。なにこれ、ラッキー。めちゃめちゃラッキーよ。まあ、多分、あんまいい手じゃなかったかな。よっしゃ、いいね。取り直した甲斐があった。はい、勝利。さあ。うごめく資料が、お、マナリアか。めんどくせえな。よしよし。うごめく資料。ゴーレムアサルト、うおい。まあ、バフォメットでも出しとくか。バフォメットな。よし。このデッキ、ドローソースがね、バフォメットしかないんで。おお、胸な隙が。胸な隙がぶっ刺さりやな。いや、これもうね、リタイア案件やな。相手リタイア案件やぞ、これは。ガンガン攻めるよ。ガンガン攻めます。いけいけ。強いわ、やっぱ。ヴァンパイア。これならグラマス余裕やな。あー、なるほどね。やっぱドロシー相手にはかなり有利っぽい。よかった。うわー、サーベジュルフ、よし、いいね。
攻めまくりな、攻めまくり。バンビーちゃんはすごいんだから。ここは我が。お前は餌よ。はいはいはい。もうなんかドロシー相手にはマジで強いな。絶対勝てるじゃん。あともう復讐状態にしてくれよ。もう。復讐。わしは死なない魔法使いじゃよ。若い頃を思い出すわい。ほう、どうしてくる？復讐にしてくるか？するんや。マジか。え、まさか？え、おお、よかった、気配あぶね。よかった、勝ったじゃん。ビビらすなよ。我が胸に燃ゆる怒りを力に変えて。我がバンビーちゃんに勝てると思ってるの？いいね。隔絶され、静寂なるものだもね。まあ、マジドロシー相手にこんだけ勝てるんなら、ランクマッチ楽しいな。やったぜ。まあ、こんな感じで終わりにしますか。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあありがとうございました。失礼します。